こんばんは、こんにちは、ゼロです。ハマちゃんです。今回はですね、またまた新しい視点でハマちゃん視点とゼロ視点があります。はい、こっちはハマちゃん、よかったら撮ってます。見てください、これね、再訪問ハイソンですね。ハイ村眩しくて全然分かれこれ天のとこやね。あ、多分ね、赤い点になってたら撮れてます。赤いマーク出てますか？出てますよ。あ、ほんじゃ大丈夫です。で、画像がね、どう撮れてるんかなって見にくいなと思って。残留物がほんまにすごい。今回はハマちゃん視点もあるんで、1年ぐらいとあんまり変わらないですね。で、そこまで変わらないね。超久しぶりのパイソン、結構ね、お気に入りなんですけど、来るまでが結構過酷で。狙い下げてますよ、これ。乗りますか？残留物、残留物、中もないもんないもんな。ないな、自転車。入れるかな。だめだ、これ以上いけないな。いけないけど。すごいな。全部朽ちてもうて。サビサビになってる。小屋かな、これ、うん、小屋だね。小屋でかい、でかい、でかい。これなんか釜か。暗くなってきた。ほらほら、小屋だわ。うん、小屋だ。自転車、タイヤ、ん？自転車がいっぱいあって、なんせね、ここのね、配送はね、あれなんです。残留物がすごくある。ヘルメット、うん、小屋だ。自転車、小屋、懐かしい自転車。懐かしいっていうか、なんか昭和になんか走ってたような自転車で、すごくこれも田舎にね、あのゼロの田舎にこれ1台、こういうのじいちゃん乗ってたような気がする、うん、確か古いの、何年もずっと乗ってて、だんだもんね。ここでも川があったんだよね。川？うん。川の跡みたいになってるから川はあったの。残留物がすごく多い。牛のケースでしょ。これね、山が山なんで多分不法投棄はないと思う。そのまま工事の残留物が残ってる。はい、不法投棄しにくいのすっごい大変だから、無理だと思う。これなんだろう、なんか冷凍庫、なんか駄菓子屋にある、冷やす、なんて言うんだろう、冷凍庫みたいな感じ。
ボが飛んでら。なんで自転車がすごくあるな。すごい朽ちてるよね。この朽ちてる姿が素晴らしいよ。残留物が多い。今日はね、ゆっくりと生きるんで、まあ違って、ね、炊飯器これも昔ながらの自転車、こんなんあるんだからね、すごいわ昭和でしょうね。潰れて持ってるけど、トースターですね。棚かな、これなんだろう。これも小屋かな、家っていうか小屋っぽいんだよね。ラジオの部品、机はもう古くなって、ちょっとなんせ残留物がすごく多い。何回も言うようだけど、トラップ、これ池です。今日はね、2つの視点からもお楽しみできるんで、ゼロ視点の方が終わったらハマちゃん視点という動画があるんで、お楽しみください。池はすごくちっちゃいけど、なかなかの雰囲気が出てていいですね。川坂の釣りながら、あ、でかいトンボ、山トンボじゃなくてオニヤンマ。なんかこの草がもう恐竜時代の草みたい。この小屋に突入しますか。暑い暑いですね。ダブル撮影ということで、お楽しみいただけるんではないですか。はい、浜ちゃん視点はね、ちょっと脳解説という新たなね、自分の自然で生きるような感覚で、ああ、いい感じですね。それはそれでありかなと。うん、前ここ入れたの気がするんだけど、すっごい。チキンも。ラジカセがすごいな。あ、これ子供がいたのかな。虫がすげえ。うん、すごいすごいです。入れるかな、ちょっと試し。入れた。よいしょ。傘が開けて、水筒棚ですね。いや、初期のやつ見られてたね。うん、いやもう柔らかい口で。なんだろう、
これ取った中ね。あ、違う、これ中入らない。1994年の1月、え？何月だこれ。1994年ですね。カレンダーありますか？ここに。1994年代ですね。ドラゴンボールがあるんですね。あります。入ってないんか。入ってる。あ、入ってる。中入ってる。ラーク。これ中入ってたらすごいかな。お、重さがある。カセット。ラジカセのカセットですね。カセット類はやっぱすごいな。これが唯一入れるアイテム、1件目ですね。うわ、すごい、すごいですね。うん、すごい。沖縄、あ、沖縄のお土産。絵が好きだったんだろうね。カセット類がすごいんだ。こういうのはカセットテープとかってそういう時代やったってことですね。そうですね。CD がまだカセット聞けそうだもん。すごいっすね。うん、すごい。この絵とかもすごいもん。ちょっと朽ちてボロックはなってるけど、だいぶこれ全これ木で作られてんな。うん、もうこのただの秘密基地みたいな作り方やこれ。ほんまですね、なんか手作り感が、なんか木があったところに建てたって感じ。小屋かな、小屋、小屋ですね。いったー、ここが燃えたかな。もうわやくちゃ狭い、ここここにね、もう一軒上にあるんですが、あれ、あそこにも取っ手があるな。どこにも取っ手がある。あ、はい。あ、そっちの部屋と繋がってるんですかね。ああ、そうかもしれないですね。うん、お風呂場からなかったんじゃないですか。ああ。ここはほんまに、なんだろう。布団ですね。上に行くには、ここの道かな。これは虫除けの音です。じゃあ一旦ここで前半の方終了しますか。そうですね。はい、それではゼロと浜ちゃんでした。またねん。またねん。